皆さんこんにちは、レッツハドルのヒデボーです。この動画ではアメリカンフットボール世界人リーグ X リーグの2022年シーズンの、ガイドとして、リーグ方式やどんな形で対戦が行われるのかなど簡単に解説をしていきたいと思います。紹介はヒデボーによる独断と偏見による情報や、今現時点で発表されている情報が含まれています。今後変更になる情報や、一部もしかしたら違った点などあるかもしれませんが、できる限り正確にお伝えしようと思っております。協会や連盟、各チームとは関係なく個人的にご紹介しているものになります。なんとなくですね、この X リーグがどういう仕組みで行われるのかを知っていただいて、ぜひ観戦に行っていただけたらと思うので、チェックしてもらえたらと思います。まずこの X リーグの魅力なんですけど、先ほども言ったように社会人リーグなんですね。社会人として働いている方々が選手、コーチとして、活躍をされています。しかしですね、実際の実力としてはワールドクラスの実力者が集っています。本当に仕事を普段はねしながら土日に練習や、試合をしていくというような形なんですが、アメフトの世界選手権では常に上位で、実質アメリカ、カナダに次いで世界3位とも言えるような実力を誇っていますし、NFL、アメリカのプロアメフトですね、こちらの練習生になった選手などトップクラスの、選手も見られるというのがこの X リーグの非常に大きな魅力になっています。さらにですね、そんな選手たちとの距離が近いというのも一つポイントになっています。で、こちら写真に載せているようにですね、試合会場では、お見送りといってですね、試合後に選手たちが観客の、方々をお見送りしてくださったりとか、そのタイミングで写真撮影や、サイン会などが行われたりということで、本当に距離が近いというのが魅力になっています。試合会場だけじゃなくて SNS でもですね、いいねとかリツイート、あるいは相互フォローリプまで、していただくなど、非常に、この距離の近さが魅力になっています。稀に交流会なども開催されるなどですね、選手の魅力っていうものを、知って、この人応援しようという人が見つかる推し面がですね、皆さんも見つかるというのがポイントなので、このあたりの、社会人でありながらもワールドクラスで、そしてファン対応を丁寧にしてくださるというところを魅力だと思っていただけたらいいかなと思います。ここからですね、 X リーグの、具体的な編成についてお話ししていきます。 X リーグはこの4段階のランクに分かれて、試合が行われていきます。まず X1 スーパーという12チーム、これがトップオブトップで、プレーしている12チーム、日本最強の12チームが集まっています。続いて X1 エリアというのですね、これも一部なんですが、8チームが所属して、戦っていくというリーグがあります。それについて X2 が、地区ごとに分かれているんですが19チーム、 X3 も地区ごとに分かれていて16チームという形で、50近いですね、日本のチームが X リーグで活動をしている、試合をしていくということになります。それでは細かくこのランクごとの、リーグがどのような形で行われているのか見ていきましょう。はい、まずは、X1 スーパーですね、日本一を決めるライスボールという試合があるんですが、そこに、挑戦権があるのはこの12チームになっていきます。この X1 スーパーはですね、今年から12チームの体制に変わりました。ディビジョン A、ディビジョン B の2つの、カンファレンスに分かれております。どのように対戦をしていくかというと、ディビジョン A のパナソニック、 IBM、 野島、オール三菱、アサヒビール、タイナイディアーズ、こちらディビジョン A のチームで、総当たりでリーグを行います。一方で、ディビジョン B の方はですね、富士通、オービック、東京ガス、エレコム神戸、アサヒ飲料、お隣福岡、こちらがディビジョン B 内で総当たりで、戦っていきます。こういった形でディビジョン内の総当たりで順位を決めていくということになります。ディビジョン A のチームと B のチームがレギュラーシーズン中に戦うことはありません。そして、ディビジョン A、ディビジョン B での、レギュラーシーズンでの対戦を終えて、1位から6位が決まっていきます。
この中から各ディビジョンですね、上位4チームに入った場合、ライスボールトーナメント、日本一を決めていくトーナメントに入ることができます。ここのもう画像を見ていただいた通りですね、レギュラーシーズンで1位になったチームは反対側のディビジョンの4位のチームと戦うことができる。このような形でレギュラーシーズンで優位に立った方がより優位な形で対戦をしていくことができるトーナメントとなっています。ここに書いている通りですね。なのでレギュラーシーズンの結果もこの日本一を向かっていくにあたってはとても重要になります。まずはこの4位以内に入らないと挑戦権も得れないので、上位4位に各ディビジョン A、B でそれぞれ入れるのか、これが一つポイントになります。そしてですね、続いて入れ替え戦ですね。こちらに書いている通り、入れ替え戦に、進んでいくチームの条件、こちら書いております。各ディビジョン内で下位の2チーム、いわゆる5位6位に、なってしまったチームはですね、入れ替え戦に向けてタスキ掛けで順位決定戦が行われます。ディビジョン A の5位対ディビジョン B の6位、ディビジョン A の6位対ディビジョン B の5位、これで敗北した2チームは X1 エリアとの入れ替え戦へ進んでしまうということになってしまうので、5位6位に惜しくもなってしまったチームはこの入れ替え戦に進むための順位決定戦にまずは勝ってですね、残留を決めたいというところになります。惜しくも負けてしまった場合は次の入れ替え戦でなんとか勝たないと翌年は X1 エリアに落ちてしまうということになります。続いてその X1 エリアを見ていきたいと思います。 X1 エリアは全8チームの総当たりということになります。警視庁、ペンタオーシャン、アズワン、デンツ、名古屋、富士フィルム、品川 CC、 三菱商事、こちらの8チームが全チームと対戦をしていくということになります。そしてこの中で1位2位になったチームは先ほど言った X1 スーパーの順位決定戦で敗北したチームと入れ替え戦という形で進むことができます。入れ替え戦で勝利すれば、来年は X1 スーパーで日本一をかけた戦いに参加できることになるので、なんとか X1 エリアで1位2位になって上がりたいと思っていると思います。一方、6位7位8位になってしまったチームは、さらにこの2下のですね2部の、X2 と、入れ替え戦になってしまうので、なんとか5位以上には入りたいというところだと思います。ではその X2、2部ですね、っていうところになるんですが、こちらは19チームもチームがあります。なのでイースト、セントラル、ウエストに、地区が分かれています。今年の地区編成はご覧の通りです。この X2 の中ではですね、イーストはイーストで地区内総当たりで順位を決めていく、セントラルはセントラル、ウエストはウエストでそれぞれ総当たりになります。各地区の優勝チームは X1 エリアとの入れ替え戦へ進む権利を得ることができます。そして X2 ウエストの5位6位になってしまった場合は X3 との入れ替え戦に進みます。イーストセントラルの方は X3 との入れ替え戦はありません。おそらく X3 から上がる意思のあるチームがないからだと思うんですが、そういった形になっています。 X2 実は、X1 ももちろんそうなんですけど、非常に負けられない戦いが続くような形になっているので面白いと思います。最後に X リーグの中で一番下のリーグが X3 になります。こちらも東日本地区と西日本地区の A ブロック、西日本地区の B ブロックの3地区に分かれています。こちらも同じようにですね、地区内総当たりで順位を決めるという形になります。残念ながら東日本地区は3チームしかないので、2試合しか、シーズン中ないということになると思うんですが、この西日本の方の A ブロック B ブロックは、結構こちらも戦いがいのある、試合が続いていくということになります。西日本 AB の勝利チームは X2 ウエストとの入れ替え戦に進みます。今シーズンからこの西日本地区 A ブロックに琉球ガーディアンライオンズという沖縄のチームも参画しているので非常に注目かなと思います。
ではですね、実際、今言った、X リーグの試合を見るにはどうしたらいいか、2つの観戦方法をお伝えしていきます。まず1つ目は現地観戦です。現地、スタジアムでですね、観戦をするときには、チケットが、必要になります。まず左側に書いているのは X1 スーパーと X1 エリアについての、チケット販売概要になります。詳しくはあのホームページの方、概要欄に貼っているところから見てもらえればと、思うんですが、注意していただきたいのは X1 は、試合会場でのチケット販売はないということなので、必ず、前売り券という形、もしくは当日券を、インターネットでっていう形で購入が必要になります。そしてですね、昨シーズンまではですね、コロナの影響もあって1日に複数試合を行うときに入れ替えがあってですね、1枚1枚チケットを買わないといけなかったんですけど、例えば2試合3試合同じ会場で試合があるときは自由席で買っておけば、ずっと通しでその日その会場での試合が見れるということになるので、複数試合を見たいという方は、1試合目に該当する、試合のチケットを購入して、入れ替えなしでその自由席の中でずっといてですね、観戦をするということができるのでおすすめです。X リーグはですね、この X1 と、X2、X3 でそれぞれチケットの、販売についてが異なっているので、よくご確認いただければと思います。X2 の場合はですね、当日会場販売が、チケットあります。逆に言うと前売り券が、公式に、ネット販売されているということがないので、当日試合会場に行って1300円お支払いいただいて、ご観戦いただければと思います。ただし、各チームから、事前購入という形で、予約というか前売り購入が、できるということになっているので、もし贔屓にされているチームがあればそちらのチームへご連絡いただいて、前売りで、チームチケットを買っていただければ、1000円でということになります。 X3 は入場料無料なので、気軽に、その日予定が空いていれば行くというような形もできますし、いろいろこういった形で観戦の、しやすさということもあると思うので、ぜひ、チケットについては詳しくチェックしてですね、購入して行っていただけたらと思います。そして今シーズンから、各チームが、出しているクーポンコードというものを購入の際に入力すれば X1 スーパーとか、X1 エリアに関しては割引があるそうです。なので、こちらに書いているように、各チームの SNS でクーポンコードが発行されているかをチェックしていただければ、通常の前売り券の販売より100円ぐらい、安く購入ができるということになるので、ぜひ各チームの SNS もチェックしてみてください。今申し上げたチケットの購入については、こちらに QR コード載せていますし、概要欄に貼っているページからも飛ぶことができるので、ぜひ X1 スーパーエリアを観戦される際は、あらかじめチケットをそこで購入して会場へ向かってください。そしてもう一つの観戦方法をお伝えします。それがインターネットでの観戦、動画での観戦ですね。こちらサブスクになっていまして、X リーグ TV という仕組みが今シーズンも採用されています。ここに書いている通りですね、料金も出ています。個人的におすすめなのは、複数試合を見たいという方は年間パスポートの早割というものがお得になっています。こちら8月31日までの限定販売で、年間通じて5800円で、加入ができるということになって、加入日から、1年間来年のシーズン、入るまでの間、見ることができるので、よければこの早割の年パスを買っていただいてもいいと思いますし、あるいは各チームのファンクラブ等へ加入している、もしくはする予定の方は割引入会の、制度もあるようなので、そちらは各チームのファンクラブの情報もご確認ください。先ほどの X リーグ TV は X1 スーパー X1 エリアの話でしたが、 X2、X3 については YouTube の無料配信で見ることができます。こ
ちら QR コードや概要欄に記載している X2X3 リーグ公式の YouTube チャンネルでまずはご確認いただければ、こうやって配信の様子が出てくるということになります。一部実況を担当されている、道楽屋リチャさん、月曜からアメフトさんの方で、独自に配信をされるという場合もあります。リーグと連携して、配信をされる場合もありますので、SNS などをチェックしていただけたら、ライブ配信の予定などは見ることができますし、アーカイブで過去の試合も見ることができます。 QR コードから XX については一度見てみてください。具体的な試合日程については、概要欄そしてこの QR コードからも飛べるように、設定をしています。公式ホームページに書いている、スケジュールに飛ぶことができます。9月開幕となっていまして、基本的には土曜日日曜日祝日に試合があります。一部平日の月曜日とかに試合がある日もありますが、そのあたりは、試合情報をチェックしていただけたらと思います。まあ、かなり土日祝毎週、もう秋はやってるので見に行きやすいかなと思うので、ぜひ行ってみてください。ただですね、どのチームとかどの試合を見ればいいのかなとか、推しを作るにはどうしたらいいかなという方もいらっしゃるかもしれません。深く考えず都合がね合う日に、都合が合う試合を見てみるということがいいかなと思います。あるいはロゴとかユニフォームかっこいいなとかかわいいなとか、そういうので決めてもいいかもしれません。他にも、各チームの SNS とかですね、各チームが販売しているイヤーブックとかでは選手が顔写真付きで載っていたりするので、そんなんで、推し選手を見つけてもいいと思いますし、あるいはアメフト、もうすでに好きな方とか NFL プロアメフト見られている方とかは、自分の好みのプレー、ランプレーめっちゃするなとかパスいいなとか、そういったプレーをするチームを応援するのもありだと思います。一人でちょっと行くのは不安やなと思われたら、レッツハドルでは観戦会を、今年は充実させていく予定です。観戦会のスケジュール、毎月1ヶ月前ぐらいにちょこちょこ出していくんですが、もう9月の予定は全てこの QR コードに出していますし、ぜひ一緒にアメフト見たいなと思われたら、このスケジュールを見て、SNS で、レッツハドルの方までこの日一緒に見たいですとご連絡いただけたら、一緒に観戦したいなと、思いますので、ぜひご連絡ください。そしてですね、アメフト初心者の方はぜひこのホームページを見てほしいということで、このアメフト見る人観戦ガイドというページについてもご紹介したいと思っています。こちら、アメフトフリークさんという方が、制作をされているものになっていまして、アメフト初心者の方でも、分かりやすく漫画やイラストで、解説をしてくれているページになっております。そのアメフト見る人への、サイトへのリンクはこの QR コードもしくは概要欄に記載のものをご覧ください。さらにですね、この観戦ポイントルールだけじゃなくて、レッツハドルの観戦会についてもこのページの中に記載していただいています。レッツハドルではアメフトファンの孤立を防ぐを目的に、会場やオンラインで一緒に観戦する人を随時募集しています。私ヒデボーも、友達を連れて、アメフトを初めて見るよという人を連れてよく観戦をしていますし、あるいは逆に、クロウとアメフト好きの方も大歓迎になっています。なので、ぜひこういったページとかも参照しながら一緒にアメフト観戦に行けたらと思っています。観戦予定のスケジュールについては概要欄にも記載しているので、ぜひ、9月から始まるアメフト観戦、一緒に行けたらと思っています。ということで、本日は X リーグの、2022年シーズンのガイドを紹介してきました。X リーグ本当に魅力たっぷりで、面白い試合もたくさん見られる、本当に、素晴らしい、試合がたくさん見れるので、ぜひ皆さんも試合会場そして X リーグ TV などで試合観戦していただけたらと思います。それではまた会いましょう。